2013年2月26日日中戦争、日韓、朝、戦争とアベイズム9第一章7日間、朝、戦争、経済。戦争は武力衝突だけではない。経済戦争もある。この方が始末に負えないかもしれないかもしれない。単純に勝った負けたとはいかないからだ。項目は経済であるがルガ内容は政治経済なんでもありで。 いろいろ複雑に重なり合っていることからラダぶって、あるいは追加的記述が数多く出てくることをご了承願いたい。ただいま記述中の項では、本来は日本との直接関わりある問題は少ない。特に、韓国に関しては米中の席割合が韓国の将来を決めると言っても良いので良いので、このあたりから切り込んでいきたいと思う。 何回か前の行でアメリカが韓国人の民族性に嫌気がさして距離を置き始めているとめていると記述した。2015年の中間米軍の指揮権以上は、本来2012年の予定であった。韓国軍指揮元など論外と、米軍は撤退準備にかかっていたのだが、たのだが、北朝鮮の砲撃事件が勃発し、危機感を募らせた韓国がアメリカかに泣きついて延長してもらったという経緯があった。日本もそうだが、 米中ともに内心、いずれは韓国という国は、遅かれ早かれ中国の奴隷国になる運命にあると考えている。血祭りごと的にもそれが一番自然だからだ。リーマンを境に、韓国に嫌気がさしたアメリカは経済的にも韓国から撤退を始めているようだ。2013年1月、中央日報はアメリカの人員者が韓国の不動産市場、動産市場から手を引いたことを報じた。ゴールドマン、 サックスも韓国から手を引いた。さらにアメリカのファンド運用会社であるバンガード、グループも投資した韓国株、総額90億ドルを大量処分することを2012年に決定し、実際に今年に入ってから集単位で大量処分を始めた。2013年から2015年にかけてて、アメリカは波風立てずに韓国から撤退し、代わりには中国が進出することになるだろうとになるだろう。 アメリカが見捨てた韓国に EU もロシアも手は出さないだろう。日本も同様だ。その時韓国は中国の勢力圏に入るしか選択肢はない。韓国人の国民感情からすると、韓国が日本の影響下に入ることはありえないしえないし、日本も全国民が在日朝鮮人を丁重に、お国にお送りし、以後、絶縁縁するだろう。中国が韓国に対して影響力を持つのは、 韓国が経済的な苦境に陥って中国国の支援を受け入れなければならなくなった時だ。前回の FRB に続いて、韓国は2011年にアメリカに通貨スワップを申し入れたのだが断られているる。2012年の日本との通貨スワップは、竹島上陸問題で継続は吹っ飛んだだ。やむを得ず韓国は、日韓円スワップ、中韓元スワップを締結したが、 このの瞬間に韓国は利米したが宇宙が決定。今後の命運は中国に握られることになったなった。この中間スワップは2014年に期限が来る。この間に、韓国で深刻な経済崩壊が起きた場合、取るべき手段は一つしかない。IMF はアメリカ主導を導でその主要資金拠出国は日本とあらば、韓国はどんな屈辱的な条件を飲んでも中国との通貨スワップに頼らざるを得ない。 自然に、韓国は政治的,的的にも経済的にも中国に飲み込まれていくだろう。ところが、このような流れと空気を全く感じない韓国政府。次の事件はそのいい例だ。2012年11月、2003年に破綻した韓国外関銀行を救済、再建した米国系投資投資ファンド、ローンスターは再建した他関銀を売却しようとした際、韓国金融当局、局が認可を遅らせたり、 不当に課税したとして、米韓の自由貿易協定の中の紛争解決制度に基づき、世界銀行参加の投資紛争解決国際センターターに提訴した。韓国は97年のアジア通貨危機後、外国資本によって経済墨を立て直してもらったという行きがあるにもかかわらず、その救世主だった外資ファンドを、恩義を忘れ、周期化そうとしたわけだ。 無節操韓国政府政府が角の締め付けを行うため、これまで韓国経済を支えてきた外資の流出が加速しつつある。ローンスターが提訴にまでとを見切ったのは、もはやや韓国市場に見切りをつけたからだ。2015年2式県以上、米軍撤退については当初2012年の予定であったことから他ことから、韓国内では国防へ、 米軍撤退の戦力の穴を埋める目的から徴兵制度、兵制度の見直しが検討され、これは予定通り2012年施行となった。在外国民投票関連法改正案国民投票関連法改正案である。再掲載、1、韓国が在外協ともに賛成権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要要になる。 地方選挙に参加するために韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけないしなければいけない。にただし、住民登録した場合は特別長住資格を失うさらに、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に再入国許可の申請が必要になり、この許可がないと日本に戻ってくる字ができない。なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として長住許可を得ているので、 祖国に住所を得える難民ではなくなるので長住許可が取り消される可能性がある。2012年に在外韓国人に韓国の賛成権が付与された。同時に二重国籍も認められる字になった。ただし二重国籍が認められる条件には兵役義務が入れる。例えば中国で生まれた韓国人は今までは中国国籍を取得すると韓国籍は放棄する字になっていたのが、 中国国籍と韓国籍を持ち、辻が可能になる代割に兵役義務が生じることとなった。韓国籍を取得した場合は賛成権と兵役義務、役義務、それに付随する罰則、資産募集、がセットになる。現在在日韓国人が韓国籍を持ちながら兵役をしなくても罰則が無理のは、在外韓国人は免除時という項目があるからだが、在外韓国人の免除規定がなくなるため、 在日韓国人、韓国人も兵役対象となり、兵役義務と罰則は当然適用されるということだ。在日韓国人の人権は韓国政府の下にある。よって、韓国で在日韓国人の兵役拒否外法となった場合は韓国人が韓国内の法を犯したという字で日本当局は確保し引き渡す義務がある。また資産募集は、韓国人の日本国内国内の財産に関しては、 当然引き渡りすぎむが発生する。だが、たかが選挙権付与権付与とセットで、そういうことが現実にできるのかは疑問だ。これは在日韓国人韓国人に対し、韓国人で居続けるか、気化して日本人になるかの選択を迫る丸法案でかなりの在日韓国人が、ほぼ自動的に特別長住権を喪失する可能性がある。期限を切って、 帰化条件を満たせない暴力団組員や犯罪謝罪日朝鮮人にはは、自動的に韓国籍を付与するのだろうか。他にも不透明な部分が多すぎるぎる。この法案韓国の意図がさっぱりわからない。中国に進出した多くの企業が、ルールをルールとも思わない中国企業に騙されて撤退を始めている。韓国も同様だ。 この民土最低の捏造国家とのお付き合い派もうそこそこでいいだろうお付き合い派もうそこそこでいいだろう戦後人も金も技術もあらゆる援助を助けをしてきたにもかかわらずこの両国ちっとも工場が見られない韓国などあれだけウォン安政策で国内インフレのリスクを取って輸出に傾注しているのにいるのに対日貿易で黒字になったことは過去一度もない東日本大震災で分かったように 日本からのコアパーツの輸出が締まれば、サムスンはスマートフォンの製造もできない。能力もなければ努力もない。もうそろそろ切り捨てましょう。以前、小生のブログで韓国経済の脆弱性を指摘し、無音の具体的な適正数値数値を概略示しておいたが、今回かわせフォーラムの資料に詳細なデータが記載されていたので利用させていただいた。韓国の場合、 外貨借利入れの主体は民間銀行で、外貨建て預かり貸し率は300%超と中国、約200%、や日本本、約100%に比べ高く、市場のリスク回避姿勢が強まり韓国の対外短期債務が急速に引き上げられると韓国の民間銀行はウォン売りによって外貨化を調達する必要性が高まる。2008年の世界金融不安の際にウォンは大きく下落したが、 この時は韓国中銀中銀が FRB と結んだドルスワップ協定によって米ドルを調達することで流動性危機器、同性危機器を抑え込んだ。現在、韓国中銀と FRB が締結したドルスワップ協定は執行したままであり、また日韓スワップ協定は先月末に拡充措置が終了し限度額が700億ドルから130億ドルに縮小している。当時のように対外短期債務の回収ペースが高まると、 ウォンへの下押し圧力は急速に強まる可能性がある。韓国の外貨準備の多くが流動性の低い証券で運用されている点も、ウォンの脆弱性を高めている。通常、外貨準備は緊急時に備えて米国債といった流動性が高いもので運用される。例えば、日本の場合は、外貨準備、約1.27兆ドル、のうち1.18兆ドル程度が米国債であると言われている。 一方法、韓国中銀の年次報告、2011年版、によると、韓国の外貨準備のうち流動性資金、動性資金と分類される資産は全体の4、5%に過ぎず、残りは収益性資産が79.7%、委託資産が15.8%となっている。商品別に見ると、韓国の外貨準備のうち預金に分類される資産は全体の6、6%。 政府債は36.8%となっており、政府機関債、社債、資産担保証券、ABS、株式といった流動性の低い資産が外貨準備の過半を占めているる。韓国の外貨準備は3234.6億ドルと世界第7位の規模に達しているがが、流動性危機が生じた際に転用できる外貨準備はせいぜい4割程度とこう得られ、ウォン売りの流れを食い占めるには十分と入えない。 ロイター日本語ニュースサイトの外国為替フォーラムより、韓国大統領就任式が25日。その日を待ってたようにウォン会ラッシュ。牧新大統領のウォン高容認、為替不介入なんて発言はまるで嘘と見通る貸したようにハゲタカタカが群れていた。25日だけではロス曲線出現数23回、4ウォン枠内移動18回。1084ウォンで介入。 オーバーした場合4、4ウォンブクで介入。これの総理返し。15分おきに大笑いだった。ちなみに、韓国貿易保険公社の調査による輸出企業の損益分岐点となる為替レートを挙げておこう。タイドルでは大企業が1ドル1059ウォン、中小企業小企業が1ドル1102ウォンで、平均は1ドル1080ウォン。タイ円では大企業が100円1290ウォン。 中小企業が100円1343ウォンで、平均人しは100円1316ウォンとのことだ。25日のウォンのタイドル相場は1ドルル1080ウォン台前半、タイエ場は100円1150ウォン台から1160ウォンで推移していた。現在のタイエ場は、中小企業には利益を出すのが困難なほど上昇しているようだ。続く、2013年2月26日9時55分ナイス、